どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、レッスン動画というよりちょっと面白い企画動画をですね、今日アップロードしたいと思います。今日取り上げるテーマはね、こちらでございます。はい、ちょっと弾いてよ、なんか弾いてよって言われた時にめちゃかっこいいブルース的フレーズということでございます。これですね、すごいいいフレーズでかっこいいんですよ。実はですね、これ今日やるね、このコンテンツはですね、私YouTube のメンバーシッププログラムでこのガズレレ大学っていうのをやってるんですけど、そこでですね、ちょっとね、この奏法面白いからみんなやってみないということで、ご提案したところ、もう生徒の諸君がですね、もう大喜びで、かっこいいフレーズ、これはねいいぞということで、めちゃくちゃ輝いてくれたんで、これはもう公開でやっていこうということで、今回皆さんにもねシェアしようと思います。ガズレレ大学めっちゃ面白い、毎週2回のライブ配信による、講座です。ぜひこれチェックしておいてください。概要欄にね、案内が載ってますんでお願いします。さあさあ、そういうわけで今日のフレーズのね練習入っていこうと思うんですけど、一応その前にウクレレめちゃくちゃ楽しいですよ。皆さんウクレレ始めましょう。あっという間にできる。今ご覧いただいているガズレレだったら本当にびっくりするくらいすぐできますよという面白いプログラムになってます。概要欄にそのね始め方のね URL が書いてありますんで、順番通りに動画見てウクレレ触ってるんで、どんどん楽しめるんでやっていきましょう。さあ、まず最初にですね、そのフレーズを弾いてみますが、ちょっとね、まず最初にちょっと道案内しますと、今日は2つのこのやり方を紹介します。1個は C から始まる3コードということですね。もう1個の、コンテンツは A から始まる3コードという2つのキーの違うフレーズを紹介させてもらおうと思うんですけど、これめちゃくちゃ面白いやつです。これ知っとくとですね、何がいいかというと、他の楽器やられてる人とのセッションもできるというおまけ付き。このよく言われてる3コードっていうのは一体何かというと、ブルースとかロックとか言われるジャンルの基本中の基本のこのコード進行みたいなのを含めることでございまして、これも1個のね、かっこいい型があるんですよ、型が。この型を、もうどのミュージシャンも、この特にギタリストとかベーシストとかバンドマンやられてる方と知ってるんで、もう例えばギタリストの方と、オルガンの方とドラムの方とベースの方と寄り合って、じゃあ C で3コードでさ、で、ブルースセッションしようよと言ったら、これ参加できますからね。はい。で、これを同じように、A で今度3コードでセッションしようという時も混ざれます。特にギターとかね、中心に考えられてる方は A でやるセッションが多いんで、今日おまけでね、C と A の2つの3コードのセッションをこれから紹介していきます。じゃあまずは C の3コードセッションからいくんですけど、ちょっと演奏を聞いてください。コードも一応出していきます。1、2、3、はい。これかっこいいでしょ。このフレーズがかっこいいんです。はい、F。また C に戻ります。このフレーズ。これで一回し。これでですね、ブルースって大体回していくんです。これ遅くやれば、こんな感じですよね。C の時に弾くフレーズ。これをフレーズが入るだけでかなりかっこいいですからね。で、F と G7 は何でもなく普通に弾いちゃっても、この C のここでフレーズが入るだけで、すごい躍動感というか渋い感じのブルース感が出ます。で、ここで止まる。できればカッティングをして、また C のフレーズに戻って、最後は、チャッパ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 、これ繰り返していきます。はい。これをやっていこうと思います。かっこいいでしょ。これちょっとなんか例えば楽器屋さんでウクレレ試奏するときに、じゃあこれちょっと弾かせてくださいって言って、確認する時の思想の時もいいし、なんかちょっと友達にさ、なんか弾いてよって言われた時に、じゃあちょっと3コード弾くねっつってでやるのがいいんですよ。そしてこのフレーズとかこのコード進行を覚えちゃうと、これねもうすぐ曲できますから、ちょっと今適当に私が作詞して歌ってます。ガズレレ今日も楽しいな、いいでしょ。こんな感じです。
今適当に今作った作詞ですけどね、こんな感じで友達ともね思ったことをその場でこうブルースっぽく歌うみたいなね、かっこいいと思います。やっていきましょう。でこのフレーズで肝心なところになるのはこの C の時に今弾いていたガズさんのフレーズですけど、ちょっとねここ解説しましょう。まず最初 C を弾きます。ダーンってやったらチャを弾くでしょ。アップの時に3弦の3フレット、3弦の3フレットってここですよ。C を押さえたままね、C を押さえたまま3弦の3フレットを押さえて、すぐに3、ここ離さないまま4フレットを叩きつけます。はい。ダーンツ、ダーラってことですね。C を押さえたままですよ。C を押さえたまま、ジャンジャ、ダーラ、ジャって感じですね。右手を引かないと、左手だけの動きであると、C を押さえといて、ジャーンツ、ダーラ、ダー、チャッカ、ダーンツ、ダーラ、ジャ、こういう風に弾きます。よく私の左指を見といてくださいね。ちょっと前のめりになります。せーの。わかる？アップでデーレー。はい。この4フレットの時は、右手は空振りしてるところなんですよ。よく見ててね。わかる？はい。これ何というかというと、これハンマリングオンという小技でございます。3フレットを弾いといて、3フレットを押さえといて、伸びてる時に叩きつける。この薬指を。で、これ1弦の3フレットを押さえたまま、3弦の3、4フレットって結構遠いので、角度をですね、めちゃくちゃこう傾けないと、これ4フレット、中指届かないですから、ね、3、4、叩きつける感じ。これをハンマーみたいに叩きつけるから、ハンマリングオンと言います。よく見てて。これですよ。アップで3弦の3フレットね。かっこいいでしょ。これ基本的には8ビートのチャのリズムですからね。これまあ皆さんご存知でしょうけどね。はい。ねえ、ちょっともう一回分析。こうやってありますよ。C 押さえとってめちゃゆっくりいくよ。デレン、これですよ。今やったね C の、3コードのフレーズなんですけど、ガズのノートにですね一応ちょっと書き出してみました。ちょっとこれ見ておいてください。はい、このねコード進行なんですよ、これっていうのは。はいね、いいでしょう。あ、これいいでしょう。ちょっとなんか弾いてよーで、かっこいいウクレレフレーズだよ。3コードのブルースのコード進行、こんな感じでございます。はい、ここ止まって、ここツタタタタでしたね。で、さっき言ったこのフレーズは、この表で表すとこうなります。これで一つのフレーズなんですけど、これタブ譜ですけど、3000C を弾いて、ダーンツ、ダララ、ここが3の1弦の3フレット押さえたまま、3弦の3、4フレットでまた C に戻る。で、この時に、この3弦の3、4フレットのところで、はい、3弦の3、4フレットで、ハンマリングオンという技を使うよっていうふうに言いました。そうするとここ、ドーチャッタララチャッツ。ドーチャッタララツツ、ダーツタラダツ。はい、これが C から、始まる3コードの楽譜でございます。これガズクラブにね、入っていただける方、これゲットできるようにしとくんで、もしね、ガズクラブ入ってる方、これダウンロードしてこれ見てやってみるのもいいかもしれません。ガズクラブはですね、めちゃくちゃ楽しい。毎月660円のクラブ活動費を、頂戴しまして、毎月5曲皆さんのやってみたいガズレレ曲のね、手書きノートダウンロードできるよとサービスで、概要欄にね、詳細貼っとくんで、ちょっとね、ガズクラブのこともチェックしておいてください。これですね、なかなか面白いフレーズ。多分ですけどね、アップの時のタイミングで3弦の3フレットに人差し指をパンとね、タイミングよく当てるのにはちょっとね、コツがいるかもしれない。これですよ。ダーン、340、0340、0340。はい。これがですね、できるようになると、このたった3つのコードを、このさっきのコード進行で回すだけで、あのブルージーで渋い感じが出せるという、かなり面白い世界が待ってますんでですね、ぜひやってみてもらいたいんですけど、ちょっとここでですね、今からスペシャルゲストをご紹介しまして、この C で弾ける3コードでですね、本当に実際にセッションしてみようかなと思います。今日のゲストはもちろん、私の愛するハニーさんです。ちょっと今呼んできますんでお待ちください。はーい。ハニーさんにちょっと今ね。はい。ゲストでお助けマン来てもらいました。今からね、本当にいきなり唐突にセッションしようと思うんですけど、ハニーさんのフレーズちょっと練習してもらって今ね、はい、あれやるんですけど、じゃあ僕がそこでちょっとね、こうギターっぽくね、フレーズを弾いたりだとか、ちょっとまたさっきみたいにオリジナル歌を作ったりして、こんな風に楽しんでやると楽しいよというね、例を示したいと思います。じゃあ行きましょうか。じゃあ行きます。夫婦でセッション C コードの3コードブルース、はい、行くぜ。やってみる。バー、ツー、スリー、フォー。いいノリだ。
このんびりした感じがもうたまりませんね。気持ちがいいでしょ、うん、F ですよ。このコードの進行を覚えておくといろいろ役立つんでね、これは覚えちゃった方がいいです。このフレーズに行って次 G7 ですよ、次 F で止まる、はい C G7 でこの即興のあの醍醐味、相当無茶振りだった。焦ったでしょ。焦るだろうなと思ったんですけど、こういうゲームというかね、うん、あのこういうのをビール飲んでやったら楽しいかもしれない。そっか、はい、なんでこういう基本形としてこの C から始まる3コードを覚えておくとですね、他のミュージシャンの方ともセッションできると思うし、うん、その時にちょっとおしゃれな今のフレーズね、これ、うん、かっこよくない？かっこいいね。はい、ぜひこれ皆さんやっていきましょう。スペシャルゲスト前ハニーさんでございました。はい、はい、じゃあ第2の A のね3コード今度のね解説にも入っていきますよ。というわけでですね、素晴らしい夫婦でもう即興ブルースセッションだったんですけどね、もうなんかグズグズな感じがたまりませんけども、まあまあああいう風に楽しめるよということなんですけど、今度はですね A のキーでやってみようと思います。 A のキー、皆さん A のコードってご存知ですか？ A っていうのはこことここで、これ簡単コードです。出てくるのは A のコードと、あと D7、 こことここね、 D7 と、あと E7、 この3つです。 A と D7 と E7、 はい、この3つでやるんですけど、ちょっとね、あのフレーズ聞いた感じは一緒なんですけど、技がちょっとね、A の時のね、あのさっき C だった時のフレーズが今度 A になるんですけど、そこで変化が出てきますね。ちょっとやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。かっこいいでしょ、これも。この A のフレーズもかっこいい。次は D7 です。また A に。同じあの感じなんですけど、キーが変わってるだけなんですけど、今度 A でやるときにこのフレーズをやるとかっこいいということなんですけど、今度出てくるのはね、さっきフレーズだったときハンマリングオンっていう技だったじゃないですか。今度は A のときはスライドという技が出てきます。これがかっこいいですよ。 A 解説しましょう。 A っていうのはここですよね、最初ね、ここね、はい。で今度は A でダーッと弾いたら、今度3弦の2フレットから4フレットにずるっとこうスライドさせます。これね、離さないんですよ。弦、3弦押さえたままずるっとスライドして、2弦の3フレットを加える。こういうフレーズになってます。これはかなりね、C に比べるとレベルがアップしました。こうなって、こうスライドさせて、こうです。はい。ちょっとゆっくり、ちょっと私の左手に注目、ゆっくりいきますよ。わかった？この、ドゥール、
このドゥルってこれがかっこいいんですよね。ダーンツダーラーダ、2弦の3フレットも入れるこのタイミングですね。なんでこれこっちの難しいっていうのは、ここ A を弾いた後に、3弦の2フレットはアップなんですよ、右手は。それでこのスライドするときは当然だからね、ここの4フレットの時には弾いてないわけですね。ダーンツダーラー、こういう風に何にも弾いてない時にもスライドで音が残ってる。で、次のアップの時に2弦の3フレット加えるわけですよ。よく見といて。A 弾いて、ここで加える。ダーン、ダルー、2弦の3。はい。こういうフレ、こういう指の形になります。これもコード名はないんですけど、これフレーズの中ですから。ダーンツッダーラーダッツッダッダーンツッダーラーダッです。で、スライドするときに、ここに親指があるじゃないですか。後ろの親指。ここがね、一緒に連れてきちゃダメですよ。ここは残したまま押してあげる。こういうふうに、ここを、支点力点で、ここを固定しといてグッと押してあげるっていうイメージです。グッとね、グッとね。行き過ぎちゃう人多いですから、行き過ぎないようにこう、ずるっとここで止める。親指も一緒に連れてっちゃったらもうスコーンといっちゃいますからね。親指はこの、押す。ここに力をかけといて、グッとこうスライドさせる。3弦押さえたままですから、音がですね。こういうことですよ。ここだけやると。はい。この時に、ガズさんってこう、ロックフォームで親指がこのぐらい出てるじゃないですか。でもね、クラシックフォームといってこういう風に、こういうスタイルの人もいますけど、そういう人もね、別にこのままできますからね。はい、親指ここに置いといて。ね、かっこいいでしょ？はい。それではね、さっきと同じように、この A の3コードの、この楽譜的なやつをちょっとノートを、見ていきましょう。今度0012ですね。これ A ですからね、タブ譜で言うところの。でーんつ、でれで、この3弦の2から4に移るときに、これ書いてあるけど、3弦の2から4のときにスライドという技だよと。はい。でれで、はい、ここ2弦の3フレットがここで足されると。でーんつ、でれだつつですね。はい。これが、A のフレーズの、タブ風というか解説になります。これが2つ並んでいるという感じですね。はい。これちょっと参考にしてみてください。さっきも言ったけど、これガズクラブでこの楽譜ね、C のパターンと A のパターンと、はい、これでダウンロードしていただけるようになってるんで、ね、これもご活用ください。さっきも言ったんですけど、この A から始まる A と D7 と E7 のこの3コードはですね、結構こうギターとかベースとかバンドと一緒にセッションするときに A の3コードっていう方がよく出てくるんでね、一応ご紹介ですけど。いやー、これでちょっと皆さん大人になる感じがしますね。 C から始まる3コードと A から始まる3コードでブルースセッション、これはですね、一人でも楽しめるし、いろんな人とね、このコード進化合わせてね、もう本当にその場のなんか思いつきで歌っていくとか、こうフレーズをなんか弾いていくとか、そういうのもね、もう多分これめちゃくちゃ楽しいです。はい、お知らせですけど、名古屋でですね、ポップアップショップが開店しますよというお知らせがあります。12月の10、11に名古屋のテレビ塔っていうところがあるんですけど、そのね、エリアで開催されます G ラブのポップアップショップということは、はい、G ラボのウクレレタス試奏していただけて、あと気に入ればご購入できるということなんですけど、それ同時開催でですね、60日チャレンジのね、北野理香さんというモデルの女の子がですね、どのくらい弾けるようになったかというね、プチ発表会みたいなのも行われます。これはね、12月10日の14時ぐらいから開催になります。ガズももちろんそこに駆けつけますんで、ぜひ皆さんね、名古屋の G ラボポップアップショップ、お越しください。お待ちしてます。今この本も発売になってますよ。はい、ガズレレではですね、世界一簡単なピアノ教室ガズピアノもやってます。この本とうとう教則本が出版されております。こんな感じでちょっと探してみてください。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね、楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひインストールもお願いします。そしてね、このアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちも Amazon で販売中ですからね、こっちはね、簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも、楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもね、そうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で売れてると思います。もうものすごいベストセラーです。なんでかっていうと、分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そしてね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さっと話したので、ね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところあったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね、聴くからやるに変えていこう、笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さんどんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。